ミッションロードマップ通信ボリューム12議会ミッションロードマップの総仕上げ最終年度も着実に取り組みます2017年度は6つの任務に取り組み2つの任務を完了しましたまたこれまでの成果や進捗状況今後の取り組み内容などを検証し工程の一部に変更を加えました2018年度は最終年度にあたります 4年間にわたり取り組んできたミッションロードマップ自体の評価・検証も行っていきます。工程の変更過小・土地利用基本条例の制定・工程を見直し、終了年度2017年度から2018年度。理由これまでの議論の中で都市計画法などとの整合、その他多角的に検証すべき事項が明らかになり、 さらに議論を深める必要が生じたことから検討期間を1年延ばします。過小・交通基本条例の制定を今期ミッションから削除理由今後市が策定予定2019年度策定見込みの地域公共交通網形成計画との整合性を図る必要があることから今期での取り組みは見送ることとします。任務達成 議会における行政評価目的執行部の行政評価とは別に議会として政策や事業の費用対効果市民ニーズとの整合性などを評価することで監視機関としての役割を果たす主体政策検討会議2016年11月18日設置座長船本務副座長山本哲平 目標達成年度2017年度議会としてこのように行政評価します評価の対象市が実施する行政評価のうちの事務事業評価評価する主体決算常任委員会評価の方法1分科会ごとに3から4事業と評価対象として選定2市が行った評価項目を参考に 当該事業の今後の方向性を議会として評価3委員会で評価が一致した事業をまとめ提言書として議長から市長に提出評価が一致しなかった事業は参考資料として添付この結果効果として2018年度当初予算編成時に提言を踏まえた検討が行われました 政策検討会議で議論し施行を経て制度を構築しました今後はこの制度を活用し議会としての評価を施策に反映していきますまた実効性ある制度となるよう必要に応じて今後も議会運営委員会で検証していきます議会における行政評価政策検討会議船本勤務座長任務達成 議会活動のの評価制度の構築目的議会が自らの議会活動を評価する仕組みの構築を目指す主体議会運営委員会委員長津田晋三副委員長高橋健次目標達成年度2017年度この仕組みを活用し自らの活動をしっかりとチェックするとともに 評価による現状の把握から今後さらに力を入れるべき分野を明確にして取り組みますまた外部の視点からの評価については今後も最適な手法を模索していきます議会運営委員会津田晋三委員長議会活動の成果を自らチェックします評価する項目議会活動を4つの分野に整理議会の機能強化 政策立案情報公開広報市民参加校長矢印分野ごとに評価の対象となる個別の取り組みを選定評価の仕方、個別の取り組みを評価の上各分野を総合評価一次評価議員二次評価会派三次評価議会運営委員会矢印 各分野のの総合評価を大学教授など有識者が外部の視点から検証します推進中専門的知見を有する職能団体との連携強化大津市社会福祉協議会大津市民生委員児童委員協議会連合会の皆さんと初めてとなる意見交換会を開催し相談事業地域支援事業権利擁護事業 ボランティア事業高齢者などの見守り活動高齢者などのネットワーク台帳の6つのテーマごとにグループワークを行いました自治会加入率の低下両協議会の担い手や後継者の不足など各テーマの背景にある問題を踏まえながら活発に意見を交換しました今後とも各種団体の専門的知見を政策立案に生かせるよう 意見交換会を積極的に行っていきます推進中、仮称土地利用基本条例の制定、目的土地利用に関する基本的な方針や方向性を明確化し本市の特性に即した土地利用の推進を図るための条例制定を目指す主体・政策検討会議2016年6月30日設置 座長谷雄二副座長佐藤宏目標達成年度2018年度龍谷大学政策学部の阿部大輔准教授をはじめ学識経験者から専門的な助言を受けながら関係部局の職員との協議などを行いつつ議論を進めています現在条例の成分化に向けての作業を鋭意行っており 本年9月通常会議での上程を目指し最終的な調整に入っていきます推進中若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり目的選挙における低投票率の状況のもと若者の議会への関心と投票率の向上を図るための仕組みやアイディアを議会から提案することを目指す主体 政策検討会議2017年6月23日設置座長・草川忠副座長・加田修平目標達成年度2018年度有志の市議会議員らが大井野里小学校6年生を対象に行った特別授業を政策検討会議として現地視察しました。 授業では有志の議員らが議員の定数や任期請願などをクイズ形式で児童にわかりやすい言葉で説明その後児童が市民議会市長の各グループに分かれて模擬議会を開催し市議会の仕組みを学びました。 この現地視察を踏まえ政策検討会議では議会の取り組みとして模擬議会を市内小学校で行うことの有効性と課題などを検証し実施の可能性を模索していきます。